改めましてこんにちは、秋野香織です。日本橋、銀座、築地など文化や商業、そして食の中心として様々な魅力を持つここ中央区。そんな中央区には誰もが楽しめる文化施設が数多くあります。今週はそんな施設の一つをご紹介します。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの新宮志保です。私たちの区内には様々な文化施設があります。今回はその中の一つ、貨幣博物館をご紹介いたします。地下鉄の三越前駅からほど近い場所にあり、通りを挟んだ場所には日本銀行本店があります。施設の紹介はもちろんですが、お金の歴史などについても伺ってまいります。ではここからのお話、日本銀行金融研究所貨幣博物館の学芸員を務める関口香織さんに伺います。関口さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まずはこの施設についてお話を伺います。はい、どういった場所になっているんでしょうか。ですね、日本のお金の歴史を、ご紹介している施設になります。どなたでも入れる無料の施設になります。中央区の本国町ですね、日本橋のすぐそばにございます。どういった方々が来館なさいますか。平日はですね、修学旅行生とか団体の方が結構多いんですけれども、週末になると家族連れの方がたくさんいらっしゃいます。現在この場所、はい、日本橋本国町という場所にありますけれども、はいはい、もともとここの場所にも歴史があって、はい、この場所にそもそも日本銀行があるということなんですが、はい、そうですね、もともとここ江戸時代はですね、金座といって、銀座は皆さんよくご存知かと思うんですけれども、はい、銀座では銀貨を作ってたんですけども、金座という金貨、小判を作る今でいう工場のようなところがあったんですね。はい、それが、今の日本銀行がある場所になっております。なるほど、はい、金座と呼ばれる場所があったんですね。はい、そうなんです。銀座っていうのは地名で今でも残っているんですが、金座は残っていないんですけれども、もともと地名としてあった場所に日本銀行ができて、はいはいはい、そしてこの貨幣博物館がいつ頃に、はい、1985年ですね、うん、そうしました。そうですか。はい、まあ、お金の歴史、はい、私たちがこう今使うもののイメージはもちろんなんですけれども、はい、いろいろと過去たどっていくとあるということで、はい、そういった歴史を知ることができる施設になっているということですね。はい、ですね。それではここからはですね、はい、展示物いろいろと見させていただきながらご紹介いただきたいと思います。関口さん、この後よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、それでは早速貨幣博物館2階にやってきました。こちらでは常設展、そして期間に応じて企画展をされているということなんですが、今回は常設展についていろいろと伺っていこうと思います。歴史をたどるように展示がされてあるんですが、一番初めは関口さん、古代ということで。そうですね、はい、だいたい7世紀後半に今、日本で最初の貨幣と言われている、不本銭というのが発行されたということが分かっております。日本で最初の貨幣、はい、今写真を見ているんですけれども、はい、私が、おそらく小学校の頃だと思います。はい、教科書で見たものとはちょっと違うなと思うんですが。そうなんですよね。はい、皆さん、多くの方はですね、和同開珎という貨幣が日本で最初の貨幣ということで習ったかと思うんですが、ところが今の教科書ではですね、漢字が2文字、不本、まあ、富に 本という字ですね、が書かれた、不本銭と呼ばれるものが日本で最初の、発行された銅銭だと言われております。これいつ頃こう見つかったものなんでしょうか。ですね、発掘されたのが、1998年に奈良の方で、これを作っていたと思われる工房の跡が見つかりまして、でそれからしばらくしてから教科書が書き換わっていったという形になります。そうですか。まあ、ここから日本のお金の歴史がスタートをするわけなんですけれども、続いて時代は中世にやってきます。はいはい、中世のコーナーにズバリ目に入ってくるのは、はい、銭がやってきた、はい、これどういう意味なんでしょうか。
ですね、実は中世、まあ、鎌倉時代とか室町時代になりますけれども、あの幕府はお金を作っていなかったんですね。で何が起きたかと、銭がやってきた、まさに中国から銭がやってきて、まあ、それが渡来銭と呼ばれるものになりますが、それがあの人々が使っていたという形になります。じゃあ中国のお金を日本で使ってたんですか？はいはい、そうですね。へで年貢なども、最初は米で納められていたものが銭で納められるようになっていきます。うーん、それから時代はまたまた進んでいきますが、はい、あここで、はいはい、続いて出てきたのが16世紀の後半から19世紀後半ということで、室町、安土、桃山、江戸時代あたりにこう行くわけですね。はい、ちょっと華やかになりまして、うん、あの16世紀になりますと、あの戦国大名が金銀を、あの鉱山開発を進めていきます。でそうすると金貨銀貨というのがこの辺りからあの広く登場していくことになります。時代劇でちょっと見てるような感じのこう、はい、小判と呼ばれるようなものですよね。はい、小判、小判、ザクザクのあれですね。あれですね。はい、まあ、大判でいうとこれ、はい、おそらく私がこう、はい、手を片手を広げて同じぐらいの大きさなのかなと思います。そうですね、あの当時 の, あの世界最大の金貨とも言われていますね。これ実際に物を買う時とか使われていたんでしょうか？はい、ですね、こちらは基本的にはあの贈答用、儀礼の場面などで使われるものでしたので、まあ、日々のお買い物でちょっとお財布から出してっていう感じではなかったですね。だから多くの人がこれのお金を目にする機会というのは ほとんどなかったと思います。本当にごく一部 の, あの上の層の人たちだけですね。そのくらいの高い方たちが使っていた、はいはい、あの庶民が使っていたものを、はい、でいうとどういったものなんですか？官営通報と呼ばれるですね、まあ、時代劇でちょっと見たことがあるような感じじゃなかろうかと思うんですけども、はい、こういった銭ですね、あの実はその形大きさはあの古代から変わらないんですけれども、うん、文字が変わってきまして、あとまあちょっと作り方もあの随分こう洗練されてくる形になるんですが、これが人々があの中心で使ってたお金ですね。まあ、いわゆるコインですよね。はいはい、今はこう小銭入れとか、はい、お財布みたいなものがありますけれども、はい、どうやって、はい、じゃらじゃらとこう持ち歩いていたのかなと気になるんですけれども、はい、あのこの銭っていうのは真ん中に穴が開いてるわけですね。はいはい、なのでそれをこう紐にくくってですね、うん、まあ、銭刺しと呼ばれたりするんですけれども、それでこうちょっと腰にぶら下げて、でそこからこういくらって、まあ、そば16文とかっていう風に払っていたわけですね。何かこうじゃらじゃらと袋とかに入れてたわけ？あ、そういうあの持ち運び、お財布も実はあったので、そういうこともやってたんですけれども、どっちもありましたね。まあ、今見ないものとしては、はいはい、真ん中にその紐を入れて、はい、腰からぶら下げ、ぶら下げたりしてた人もあの錦絵なんか出てきますね。はい、これはあの時代劇にも出てきていたそうなので、はい、知ってる方は知ってる。そうですね、銭形平次とかがこうなあの腰からこう投げてたっていうようなことで覚えてらっしゃる方もいるかもしれませんね。これいいですね、穴が開いてたら。まあ、ここまで、私が見させていただいているものは、はい、こうまあ、今は見ないものもそうですし、はい、今でいうと硬貨ですよね。はい、金属のお金ですね。はい、金銀とありましたけれども、はいはい、出てきてないなと思うのが紙幣、はい、紙のお金というのはどのあたりから歴史でいうと出てくるんでしょう？ですね、日本で、まあ、最初の紙幣と言われているのはだいたい17世紀頃ですね。1600年の初め頃に、出てきた伊勢で発行された山田はがきというのが、最初の紙幣だと言われています。当時ですね、銀貨をあの重さで測って使う銀貨を使ってたんですけど、お釣りを出すときにいちいちこう銀貨を切断裁断して、あの払わなきゃいけなくて、結構まあ手間がかかる。大変ですね。はい、いちいち、はい、でそういうことで、まあ、金額が決まった、紙のあの紙幣というのを出したのがこの伊勢の山田はがきの最初だと言われています。あの縦型の細長い感じで、今とはだいぶちょっとあの見た目が違いますね。あの本に挟むしおりのようなこう、はい、形のものがずらりと並んでおります。はい、さらに、時代を進めていきたいと思います。時代は近代です。これはまあ江戸時代の
こう中期後期あたり、後期からそうですね、あの明治に入っていく幕末のところですねになるんですけれども、はいはい、ここはまあ時代としてもいろいろとこう変化があったところだと思います、はいはい、お金にとっても様々な変化があったということで教えていただきましょう。はい、はい、幕府が倒れまして、まあ、明治政府ができるわけですけれども、まあ、明治政府は国づくりの中で、貨幣制度も一つ重要なあの政策として位置づけていました。で、まあ、いろいろなあの海外の貨幣制度なんかを、まあ、勉強するんですけれども、明治4年になって今皆さんが使っている新しい円という単位が生まれます。まあ、じゃあ円の歴史というと、はい、そんなに長くないわけですね。そうですね、はい、で、はい、円が出てきます、はい、まず金か銀か銅かというのに、はい、まあ、コインがあるわけですが、はい、このまた金が綺麗ですね。そうですね、もう彫りがすごく綺麗なので、まあ、当時のこう日本の金工技術というのはすごく優れていましたので、まあ、外国人も驚いたというような話があります。そしてちょっと進んでいくと、何やらこう英語が書かれた紙幣があるんですけど、これは日本で使われてたやつなんですか？これはですね、あのアメリカの紙幣がちょっと展示してあるんですけど、なぜそんなものが展示してあるかと申しますと、あの国立銀行というアメリカ の, あのナショナルバンク制度という制度を真似して、日本でその民間の銀行というのをこう作っていくんですね。でその時にですね、国立銀行紙幣というのを日本で発行するんですが、あの、まあ、製造技術が当時まだなかったので、アメリカの銀行に委託してあの作りました。なのであのご覧いただくと、ね、日本の国立銀行紙幣とそのアメリカの紙幣というのがとってもよく似てるかと思うんですね。あの構図と、はい、あのなんですか、絵なんかは、はい、ほとんど一緒ですね。一緒ですよね、はい、こういうふうに、まあ、真似して、はい、デザインも作っていったと、はい、こういうことですか。さて、ここまでお話を伺ってきたんですけれども、はい、関口さんがお勤めになっている日本銀行の名前はまだ出てきていなかったですよね。そうですね、あの明治政府がいろんな貨幣制度を模索する中で、やはり中央銀行、紙幣を一元的に発行する、制度が必要だということで、日本銀行ができたのが、1882年明治15年になります。で、まあ、日本銀行ができて3年後の、1885年に、最初の日本銀行券である大黒札というものが発行されます。これがですね、ちょっと大黒様というあの福の神ですね、神様がデザインされているという、うん、最初の日本銀行紙幣になります。ということは、まあ、日本銀行が発行する最初の、はい、お札として、出されたものに描かれていたのが大黒様、はい、だったと。そうですね、それからもいろんな人がこう描かれたりとかデザインが変わっていったりもするわけなんですけれども、はいはい、こちらには紙幣なんですが、ずらりと日本銀行券の歴史ということで、さまざまなこう紙幣が時代ごとに並んでいます、はい、先ほどご紹介いただいた大黒様が、はい、描かれている一番最初のものから、はい、現在使われている紙幣まで、はい、53種類ですね。53種類ですか、はいはい、いろいろなこう人が描かれていますけれども、この中で一番多く描かれている人物、はい、誰なんでしょう。誰でしょう。あちこちちょっと見えると思うんですけど、この人誰かなっていう方もいるんですけど、はい、聖徳太子ですね。聖徳太子が一番描かれている、はい、このようにお札を見ていると、はい、この最新のこうお札にはいろいろなこう細工がなされているのを私も肉眼でも見てわかりますし、リスナーの皆さんももしお手持ちのもの身近にあれば見ていただきたいなと思うんですが、本当にこう細やかな細工といいますかされてありますよね。そうですね、やはりまあ偽造防止ということもありまして、あのいろんな技術が使われております。これを実は、ここ貨幣博物館では見て知ることができるコーナーがあるんです。あの一番わかりやすいのでいきますと、表面にあります、キラキラと光るものですね、ホログラムになります。ちょっと角度変えるといろんな模様が出てきます。2つ目としては、光を当ててみると出てくるのが、これ今1万円札があるんですが、特に気になったのが
右側ですね、福沢諭吉さんのちょうど左肩の部分になるんでしょうか、はい、透けて見える3本の線。そうですね、透かしではあるんですけれども、まあ、今までの透かしよりもよりこうコピー機とかで再現できないようなそういった透かしになっています。ここまでそのお金の歴史など、はい、様々なことを伺ってきました。私自身も知らないことが本当に多くあって驚かされることいっぱいありました。日々こうお金についていろいろとこう関わってらっしゃる関口さんが思うお金のすごいな、はい、素晴らしいなって思うところ、それから私たちにこういうところを見てほしいなっていうところは何かありますか？そうですね、今ご覧いただいたような偽造防止技術とかもやはりまあお金っていうのはこう信用があって初めて皆さんにお金だって思っていただけるものなので、まあ、そういうものの、ベースとしてあるまあ技術だったりデザインだったりするわけですね。それがこう歴史をたどっていただくと、まあ、例えば小判一つとっても非常に細やかな目が打たれていたりとか、江戸時代の判札にもいろんな偽造防止の技術が施されていたりしますので、まあ、そういうものを見ていただいて、お金の裏を支えているその信用っていうのをちょっと見ていただけるといいなと思います。4月になりますとこの辺り桜が今とっても綺麗なんですけども、日本橋桜フェスティバルに合わせて桜の描かれた錦絵などもご紹介しますので、ぜひご来館いただければと思います。こう紙幣一枚とっても様々なこう工夫が凝らされた、もういわば芸術のような。そうですね、ある種そういったことも感じられますので、はいはい、ぜひ、貨幣博物館皆さん来られてそのお金の魅力、新たなこう発見などをぜひしていただきたいなと思います。日本橋本国町にあります貨幣博物館学芸員の関口香織さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。関口さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。いかがでしたか？区内にはこうした施設が数多くあります。暖かな春の日差しの下、街歩きがてら訪れてみてはいかがでしょうか？